蜜葉弁形層は、弁形層か紫弁形層属の多年層。地下に、紹介状の根茎を持つ。茎は、直立稀に射上し、高さは20から80センチメートルになり、円柱状で、多肉質で強い。茎の表面は毛や量がなくツルツルしており、緑色で白っぽく、時に紫色になる。葉は、普通三輪性稀に4から5輪性し、 また小型の株では耐性することがある。陽芯は厚く、楕円形、長卵形、高皮芯型で、長さ3から10センチメートル、幅1.5から3センチメートル、先はやや鋭頭、基部は鋭、形で長さ2から10ミリメートルになる傭兵に続き、円に波状の低い巨子がある。表面は薄緑色で、裏面は粉白色を帯びる。 夏季は8から9月。茎先に、休憩で、大型の副産房状の果樹をつけ、炭鉱緑色の花が蜜につき、養生の角がある。学編は5個で基部で合わせなし、長さ約1ミリメートルで三角状乱形になる。花弁は5個で、理性して平らかいし、長さ約4ミリメートルになる。ヒ皮新型で先は頭、エア雄湯髄は二輪で10個あり 花糸は、花弁より長く、劣開直前の役は普通単行色まに、暗褐色になる。歯髄は5個で、長さ約4ミリメートルになり、脂肪の基部は細まる。果実は5個の袋かに分かれて立ち、晩秋に熟す。種子は、褐色で細かく、袋かの腹側が縦に裂けて、種子を散らす。本州西部に分布するものは、茎の下部が地上を吐い、上部の実が車上して、 比較的長い傭兵をもって体制するものがある。本州中部地方異勢、四国、九州に分布する同族の青弁形エッジビライドに似て紛らわしい。日本では南千島、北海道、本州、四国、九州に分布し、山地のリニエニや林中の岩歴地、渓流沿いの岩場や河原などに生育する。国外では朝鮮半島、中国大陸、 シベリア東部、サハリン、千島列島、カムチャツカ半島に分布する。和名、蜜葉弁慶層は、三葉、弁慶草のいで、葉が、普通三輪成することによる。俗名、ハイロテリフィアムは、ヒュレー、林と、テレフィアム、弁慶層による、合成語で、1977年に親族、紫弁慶層属を提唱した、大場秀明による。 種形容語ベルティシリタムは、臨性の、感性のの意味。ありがとうございます。